サスのロースターさん、バラ、福ちゃん、ダーソクさん、花火、ヒロシ BKK さん、ジンダイさん、シュンさん、スタメンさん、キヨニーさん、福ちゃん、金魚、おみかんさん、かわいいありがとう、ゼータもかわいいありがとう、カズさん、お断りです、コナンさん、花火ありがとう、とっちゃん、だるま、ありがとう、しゅんぼうさん、吉田さら、にせものさん、金魚、あおいさん、バルーン、おうかさん、よしーさん、ハート、森健銀河さん、バラ、おみかんさん、お疲れ、カドリーさん、お疲れ、もちはださん、花火、あみたさん、さんすんだま、ガバイトさん、花火ありがとう、ずうしみさん、フレーベさん、あきもさん、金魚、しんいちさん、お断りです、カメさん、たまや、ありがとう、あんちゃん、さんすんだま、長崎県民さん、こうじさん、レフトさん、金魚ありがとうございます、真空圏さん、カウさん、エイティさん、カエデさん、花火、石川先輩、お断りです、マオさん、だるま、マツくん、ハト、ひろちさん、タコ花火、ありがとう、あんちゃん、石川先輩、ハート、ありがとう、メロンのあそこさん、ペンライト、ガトーショコラさん、金魚、ずしみさん、しゅんさん、小林ひろみさん、マルヒノさん、しゅんさん、金魚、なおさん、石川先輩、ゆちょさん、花火、のぶさん、金魚、わわわさん、疲れありがとう、真空圏さん、だるまと花火ありがとう、ニッシー、だるまありがとう、陣内さん、三寸玉、おたけさん、ありがとう、スタンプありがとう、トニーさん、花束ありがとう、長崎県民さん、しんいちさん、花火ありがとう、ひろっちさん、バルーンありがとう、こうさん、お断りです、まるさん、花火、すりざるさん、はと、しんいちさん、ありがとう、えりおさん、ずうしみさん、まっすん、はと、くろさん、こうさん、金魚ありがとう、くうほさん、バラ、かずやさん、こうはんぱつさん、たこ花火、のぶろうさん、ハートありがとう、かずやさん、花火、ゼットさん、一尺玉、スピンさん、金魚ありがとうございます、こんばんは、もう今日はね、岡山に行ってたんですけど、普通にお休みでプライベート岡山だったんですけど、行きはバス、帰りは電車を乗り継いで帰ってきたから、こんなに遅くなりました。めっちゃ遅いよね、新幹線だったらもっと早く着くのに、節約重視で行ってしまったので、めっちゃ時間かかった。朝も早くて、朝も早いし帰りも遅めになりました。そう、在来線です。としやさん、バラありがとう、ちんさん、花火、ストーチのミニマロンさん、バルーン、ゼットさん、くまちゃんありがとう、しんちさん、こばんありがとう、あんばさん、なおさん、金魚ありがとう。今日一日ね、帽子かぶってたから前髪もペタペタになりました。こんばんは。今日はジブリ展に行ってきたんですよ。岡山県立美術館で今ジブリ展やってて、広島とは違うジブリ展やってて、じゃーん、末吉、じゃじゃーん、なんかね、湯婆婆とゼニーバの大きいオブジェがあって、で口の中に千と千尋見たことある人は分かると思うんですけど、薬湯分かるがいっぱい口の中にあるのね。それを好きなやつを引っ張って、でその番号のおみくじの扉を、こう棚みたいなところからこう引くっていうスタイルのおみくじをやりましてね。そう、末吉でした。そう、札を引っ張ったら数字が書いてあるんや。私は何番やったっけ、9番を引いたので、9番のところから引いたら末吉でした。
これは無料で無料で弾けたの。これ並んだら誰でも弾けた。あ、入場料はかかります。入場料かかるけど、このおみくじ自体は全員弾けるやつでした。自分は信じない、他人を信じるっていうね、自分を信じないらしい。今日行ったのは鈴木敏夫とジブリ展っていうやつに行きまして、この前は金曜ロードショーとジブリ展っていうのに行きまして、で今東京で開催されてるのがジブリパークとジブリ展っていうね、3種類あるんですけど、今3分の2行きました。3分の2行けたから、そのもう一個のやつも行きたいなって、広島とかでも開催されたらいいなって思ってます。でも9月までは東京でやってるっぽいので、それが終わらないとね、他の地域はきっとないからね、待ちたいと思います。待ちます。なおさん、花火、ひげめがねさん、タコ花火、フィリップさん、サンスン玉、アルテミスさん、ハート、レフトさん、レインボースター、マコバヤさん、花火ありがとう、フジポン、ハートありがとう、ソラスユカさん、アルテミスさん、花火、コカジヤさん、お断りです、ヒロさん、花束、BD マンさん、バルーン、真空剣さん、だるま、リモケンピさん、花火、一輝さん、バラ、ヤマさん、三寸玉、安尾くん、リモケンピさん、花火ありがとう、スタメンさんも花火、ノブローさん、ハト、ヤスベイさん、タコ花火ありがとう、ヤホイさん、しんいちさん、三寸玉、ひげめがねさん、金魚、よしかずさん、花火ありがとうございます。ありがとう。いっくん、三寸玉、フィーさん、花火、かずやさん、たまやー、ありがとう。あー、みんなが夏っぽいことをしてくれるから夏を感じられます。ありがとう、ありがとう。じゃにゃんにゃん、なんて書いてあるか読む。1+1は100になることもあると思って仕事をしてきました。人には得意技がありますよね。それを言葉にして伝えて、一人ずつの良さを引き出すようにしてきました。すると自分よりも得意な人がいる仕事は自分でやる必要はなくなります。そういう仕事は他の人に任せる。それによってそれぞれが自分の得意な仕事に集中できるというわけです。鈴木敏夫って書いてます。おお、まあ確かに、あの得意不得意ってありますからね。役割分担してやってきたよっていうことか。まあそれができる環境とできない環境あると思うけど、確かに確かに確かに、なんかそういうことわざあるよね。好きこそものの上手なれみたいな、あるよね。ポンさん、三寸玉、レネさん、金魚、ひげめがねさん、三寸玉、ハルさん、金魚、ヤスオリンポスさん、ハト、エリオさん、アルさん、メロンのそこさん、花火、タカシンさん、金魚、ミックさん、ミキヤくん、ヒビキさん、金魚ありがとう、エジリン、花火ありがとう、こんばんは。あとグッズも買いました。ちょっとグッズ玄関のバッグに置いてきた。ちょっと持ってこよう、持ってきます。はい、戻ってまいりました。半目だった。半目だったか、失敗したわ。スプマンテさん、カズキさん、スケオさん、花火ありがとう、ノブさん、かわいありがとう、ヒロチさん、サンスン玉ありがとう。戻ってまいりました。今日ジブリ店で買ったお土産、こちら、じゃーん、顔なしのミニタオルです。じゃーん、じゃんじゃーん。あ、豆タオルだった。豆タオル、顔なし豆タオルを買いました。可愛くない？刺繍なの、これ。刺繍、ここのこのなんか目とかのこれ刺繍されてて、めちゃめちゃかわいいです。バーコード、え
これは自分用にするかお母さんにプレゼントするか迷って迷って今もまだ迷ってる。じゃーん、こんばんは。バーコード、あとプリクラも撮りました。じゃーん、プリクラです。プリクラ、ちょっとあまり漏れなかった。あ、そう、イオンで、イオン行ったの初めて。イオンモール岡山に行きまして、そう、そこでプリクラを撮ったり、観音屋のチーズケーキを食べました。兵庫のね、神戸のお土産の定番観音屋のチーズケーキをね、ずっと気になってたんですよ。したらなんと岡山のイオンに、イオンモールにカフェがあったの、その観音屋のカフェが。そこでチーズケーキを食べました。え、そう、めっちゃでかかった、イオンモール、びっくりした。おお、そうなんですよ、あったかいね、焼きたてのチーズケーキらしい。そう、全然岡山じゃないものを食べました。でね、お土産もいっぱい見たんだけど、この前ね、大手まんじゅう食べたばっかりだったので、今回はちょっとまだお家に大手まんじゅうあるからってことで諦めました。わー、せっかく岡山に行ったからさ、もう桃の時期が終わるから桃のパフェとか食べたらよかったよね。失敗した。桃。ケンタローカープさん、ハートありがとう。大城さん、花火。ゆたパパさん、かわいいありがとう。いちるさん、ハートと花火。まっすん、ケンタローカープさん、すけおさん、花火ありがとう。伊白さん、三寸玉。福太郎さん、アイス。メロンのあそこさん、ハート。かきひろさん、金魚。ジャパングさん、金魚。ひげめがねさん、ラブレター。リフネさん、かわいいと花火ありがとう。としさん、ラブレターありがとう。ありがとうございます。たくしーさん、花火ありがとう。ありがとうございます。みんな夏を感じさせてくれる、ありがとう。もう帽子かぶったらさ、もう汗と何この帽子の圧で、せっかく朝から前髪頑張ったのにね、岡山着いた頃にはもうダメだった。なるしさん、しんいちさん、金魚ありがとう。サービスエリアに桃とかマスカットした。いいな、シャインマスカット食べたい、食べたいです。エルさん、金魚ありがとう。高速バス、うん、椅子倒せた。高速バスだよね、うん、倒せました。でも帰りの電車はもう気づいたら爆睡してた。でも行きのバスも爆睡してた。爆睡マンです。シャインマスカット食べたい。眠かったよ、めっちゃ。もう朝が早かったからね。じゃあ末吉バン。末吉、私は9番。10番を引いたら大凶らしい。大凶は10番らしい。ひゃー、大凶って今時大凶とかあるのも珍しい。お土産以上でございます。以上よ。楽しかった。ちょっとまた久々に倉敷の方も行きたいなと思いました。今日は両方は行けなかったから岡山だけだったんですけど、しかもほぼイオンモールいた。
イオンモールさ、あの縦にも横にもなんか大きすぎて、もう回りきれないぐらいあって、それで1日が終わったって感じ。そうなの。顔なしちゃんのハンカチ、よいしょ、おい、タグが取れちゃいました。取れちゃった。これ取れちゃうやつなんだ、悲しい、ま、取れてしまったよ。昨日ボートレースに一緒にいた友達が初めてパセリ見てすぐインスタフォローした。嬉しい、嬉しいよ、ありがとうって伝えてください。ありがとうございます。また会いましょうって伝えてください。嬉しすぎる。昨日、そうだ、昨日私大阪にいたんですよね。そうなんだよね、大阪にいたのに今日岡山に行ってるって。大阪からの広島からの岡山からの広島、なんか行動力が、やったね、嬉しいね、そうやって言ってもらえて。健坊さん、花火ありがとう。ふみあきさん、ゆたぱっぱさん、三寸玉さわっちょさん、金魚ありがとう。めっちゃきのこさん、かわいいありがとう。林藤代さん、三寸玉ありがとう。もちはださん、ハート。ひげめがねさん、花火ありがとう。レインボースターもありがとう。陣内さん、タコ花火ありがとう。あー、すいません、今足が当たりました。足がスマホスタンドに当たって、なんかビンタしたような衝撃が、みんなにすいません。おみかんさん、花火ありがとう。りょうへいさん、かわいいありがとう。ね、最近ね、しょっちゅうちょっと足がねぶつかっちゃうんだよね。そう、クロワッサン美味しかった。クロワッサン USJ 行ってきてましただったら突っ込みまくる。あ、確かに昨日大阪行って帰ってきて、今日 USJ 行ってたらもうさすがにもうバカやんね泊まりなよってなるもんね。今日は岡山でした。あのジブリ展が終わる前に行けてよかった。この前本当はパンダコパンダのね、パンダコパンダ展も岡山でやってて、そのパンダコパンダ展もね行きたかったんですけど、そう予定合わず行けなかったので、行けなかったので今日は行けてよかったです。静岡猫にゃーさん、花火ありがとうございます。パンダコパンダ、ジブリ店行ってると思った。わあ、バレてるわ。まあ行きたいって言ってたもんねね、もう行きたいって言ってる場所が多すぎて、愛媛と香川旅行もまだまだ、もう年末から行きたいって言ってんのにまだ行けてないしね。でもユニバも行きたいって言ってるしね。QOO さん、クーさん、花火ありがとうございます。マモルさん、花火2時半さん、お疲れありがとう。お疲れ。さとこさん、しんいちさん、ハートありがとう。シーパセオかと思ったシーパセオおかわり、おかわりシーパセオ。そう、行きたいとこいっぱいありますよ。もうキリがないね。でもいざ行くってなるとない。行きたいなってとこはあるけど、いざどうするってなったら思い浮かばなくなるから困ってます。クリミン、金魚ありがとう。うっかりおんこさん、お断りです。キリがないぜ。そう、京都も行きたいの。京都に行ったら
刑事ドラマ撮影地巡りをしたいの。マレーシアではない。うん、さすがにクアラルンプールは行けんかった。クアラルンプールいつか行きたい。私も楽しそうなんだもん。みんななんかハスキー犬のカフェみたいな行っとったりとかさ、ココアさんに会ってたりしてさ、楽しそう。メンバーのインスタとか X がもう盛り上がっとるね。ジロくん金魚ありがとう。カズイさん花火、タケさん花火ありがとう。こんばんは。もうココアさんのねファンの方、あのお見送りとかの時にさ泣いてたりとかさ、あの今までのマイカーだったりいろんな子は泣いてたり、あと卒業じゃないや、移籍前のあの公演でライブで客席で泣いてる姿を見てたココアさんのファンの方が、あのクアラルンプールで楽しんでる投稿がねおすすめに流れてきたりしてね、ああよかったって、再会できてよかったって気持ちになりましたね。この4ヶ月間きっと寂しかっただろうなって。お互いココアさんもさ、ね、なかなかファンの方に会えない日々だったと思うしさ、お互い寂しかった期間を乗り越えて再会しててよかったってなって、だって SNS では会えても実際は会えないからね。すごいね、行動力。どれくらいの時間で着くんだクアラルンプールって、ね、すごいよね。行きたいなと思ってもさ、なかなか海外ってなると行動力がね。7時間、ひゃー、帰ってきたらもう時差ボケしちゃいそう。7時間か。機内食、機内食何？美味しそう。機内食、いやそう、私パスポートすらないからパスポート取るとこから始めなきゃ、早く行かなきゃ。時差1時間。あ、そうなんだ。サノッチさん花火ありがとう。機内食、飛行機のクラスによる。じゃあもう私高級のとこがいい。もうめっちゃいいやつ食べてみたい。めっちゃいいやつ食べてみたい。ラバンドベリー店ね、行きたい。でもなんか何でもかんでもさ、今度なんかスパイファミリー店があるらしい、岡山で。スパイファミリー店、10月だったかな、10月か9月かにスパイファミリー店がありますよって今日あの看板があって、もうさ何でもかんでも何でもかんでもありすぎてさね、困っちゃいますね。何でも何でも困るよ、多すぎて。西さん花火、白熊さん三寸玉ありがとう。困っちゃうよ、パセリ店。じゃあパセリ店の展示物はパセリが食べたアイスの袋と、うーん、何を展示しようかな。パセリのオートミールの作り方店と、何を展示しようかな、何を展示できるものがないですね。いや、パセリがレッスンで履きすぎて穴の開いた靴下と、ウォーキングしすぎて穴の開いたスニーカー、歩き方の癖がありすぎて片側だけすり減った靴底の靴、スニーカー、あとはアクスタ、あ、等身大人形、人形、等
等身大人形、等身大パネル、等身大パネル、あれ本当に等身大なのか気になるよね。本当か、本当なのか。ちょっと浮いてるじゃん等身大パネルって、足のとこのさ縁みたいな浮いてません。本当のガチのガチの等身大を欲しいね。オーディション時の衣装展示いいね、いいよ。あのデニムのショートパンツはまだ取ってますよ。いつかいつかそういう時が来るかなと思って5年間取ってるよ。あ、パルコの STU のあそこのとこでいいね。誰が来るんだそんなパルコみたいなおしゃれなとこで、誰がそんな見てくれるんだ。メガネ、メガネ、オーディション時のメガネはもうさよならしちゃった。大掃除でもう撮ってたんですよ、しばらくは。何年かは撮ってたけど、いやちょっともうどんどんメガネが溜まってくわと思って、もうさよならしました。いやでもあれはあります、オーディションで使った紙芝居の紙と、私があのオーディションの時に使ってたメモ帳のノート、配信で使ってたノート、今まで受けたオーディションだったりいろんなことを書いてるノートはまだ取ってます、ちゃんと。あー確かに取っとけばよかったな、メガネ。そうだよね、ファンミーティング、そうだね、ファンクラブイベントの景品、そうなんですよ、ファンクラブイベントの景品とかはさ毎回こうゴミ捨てとかの時に、いやこれは、いやこれはさすがにゴミだわみたいな、これはもらっても困るよみたいな、ちょっと葛藤がある。いや分かんないよね、これは、いやこれはいらんなと思ってバイバイした後に、いや意外とゴミではなかったかもしれないってなる。そう、私にとってはゴミでもさ、ゴミとかもう使わないものとかでもさ、わかんないじゃないですか。何でももらってくれるの？本当？じゃあもう大事に取っとくね、これから。やっほー。何しようかな。前はおにぎり作ったんですけど。おにぎり1名様におにぎりをその場で作って食べてもらうやつあったけど、千穂さんのイベント、え流れてきたよ今日、千穂さんの写真がいっぱい流れてきた。メガネ当たってかけてくれるサービスが最高じゃん。私も今後メガネ買い替えるときは古いメガネは取っとくようにするね。もらってください、自分でレンズをね買いに行ってレンズ合わせてもらって使ってもいいし、無理なんかな、飾ってもいいし。いいな、千代さんの楽しそうだった、みんななんか写真撮ってた、いっぱい至近距離で。こんばんは、千穂さん自己プロデュースさ、もうめちゃめちゃすごいから、この前の景品もすごかったしね、勉強になるよ、とってもとっても。やっぱり近いと嬉しいよね、近くに推しメンが来る系のイベントはいいよね。いっくんハートありがとうございます。うん、参考なりまくり、なりまくりだよね。コンサートもそう X で見た、流れてきた。あら名前はない、名前がないけどオムラッコのアイコン、オムラッコハートありがとう、オムラッコ
は久々にオムラッコっていう名前を発した。おもちのオムラッコ。シロクマさん、金魚ありがとう。でも近すぎるとなんだっけ、そういう歌詞私が選んだよね。あ、遠い彼方のあの輝きは近くで見てしまえば普通だよ、だから。真実とはそういうものだ、無理に見たくはない、だから。あまり近くに行きすぎてもダメなり、程よいね、その程よい距離が一番なんですね。新一さん、音符、高反発さん、三寸玉、守さん、バルーン、ありがとうございます。そうね、近すぎるのは良くないかもしれませんね。なんかいっぱい見すぎて嫌なところが目に入ってしまうより、程よい距離感がいいのかもしれません。まあ難しいよね、それは難しい、知りたくなるもん。高反発さん、花火ありがとう。母性の浴衣姿が流れてきました。母性の浴衣姿、可愛く撮ってもらったからいっぱい見てください。もうみんな可愛く撮ってくれてありがとうの気持ち。バタバタでさ、メイク直しできなかったのに、ちゃんといい風になってて。本当に感謝の気持ち、ありがとう、ありがとう。たくまさん、ハートありがとう。名前また変えてるじゃん。浜松の IH さん、たこ花火ありがとう。ワンピースいいでしょこれ、生地もなんかしっかりしてるんですよ。なんかこれさ、テントウムチとかの衣装にありそう。テントウムチか、デンデンムチの方かな。デンデンムチっぽいこの襟、伝わる？デンデンムチ、この丸っこい襟、ワンピースなんですけど、シンプルだし生地も良くていっぱい着れそうです。やっと着れました。これはいつ買ったかな、いつ買ったんだろう。前回帰省した時にお母さんとアウトレットに行って買ったの。大人っぽいと思って買ったワンピースなんですけど、やっと着れました。意外となんか生地はね、通気性良さそうな感じです。でもちゃんとしてる、しっかりしてます。生地はしっかりしてるけど、そんな厚すぎない良い生地で、今日もとっても過ごしやすかったです。やっぱワンピースが楽ちんだよね。トシーさん、かわいい、ありがとう。ゆうやさん、金魚。スプマンテさん、似合う、ありがとう。もみじさん、花火ありがとう。そう、トスプレミアムアウトレット、なんか今日福岡のさ、マリノアシティっていうところがあるんですけど、福岡のマリノアシティが今日で閉館だったらしくて、悲しい。一回しか行ったことないけど、去年初めて行ったんですね。したらもう今日で閉館だったらしくて、そこがアウトレットになるらしい。そうなの。なんかさ、遊園地とかスペースワールドとかもそうだけどさ、自分の行ったことある場所が閉館したりするのは悲しいですね。とても悲しい気持ちになる。今広島駅を見ても悲しい気持ちになる。変わっていく広島駅に楽しみを感じるし、寂しさも感じちゃう。はあって、街の景色とか、なんかお店がさ閉店したりしてると、行ったことないお店でも寂しくなる。寂しすぎだよ。ね、そうなのよ。気づいたら変わってたりするしね。キングさん、花火ありがとう。そう、広島駅はもう
広島に住んでる私でも行くたびに変わってるし、だから広島に住んでない方からしたらもっと変わってる、来るたびに変わってる、めちゃめちゃ変わってます。路面電車とかバスの場所もね、なんか路面降りた後の動線とかめっちゃ変わるの、超変わってます。ミックさん、バラありがとうございます。ありがとうね、ちょっと帽子のさ、帽子のあれで前髪がまとまらなくてちょっと気になっちゃう。ピン発見、ピンでもう止めちゃう。えい、あ、すっきりすっきりすっきり。路面電車はなんか、路面電車さ乗ったことない人からしたらさ、どういうシステムか分かんなかったりするじゃないですか。私も初めて長崎で路面電車乗った時に乗り方分かんなくて最初にお金払っちゃったの後払いなのに乗る時にお金払っちゃった。均一だから全部どこからどこまで乗っても同じ料金だから最初にね間違って払ってしまったんですけど、後払いです。後払いね、いいよね。困るよね、初めて行くところのそういう交通機関の乗り方って。徳島も難しいの？どう違ったの？なんか新しい最近の車両と結構古くからある車両とあるんですけど、それによっても座席の感じも全然違ったり、あとはなんていうのかな、ラッピング、電車のラッピングっていうの、外のやつもなんかバスケとかサッカーとか、あと企業系のやつとか、本当にいろ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 。今日はね、岡山でね、大手まんじゅうの路面電車見たよ。大手まんじゅうってシンプルに書いてあった。写真撮りたかったけど目の前を通り過ぎて行っちゃった。お、大手まんじゅうだって思いました。あ、確かに交通 IC、 そうね、種類がそうですよね、使えるやつ使えないやつとかも難しいね。路面電車、そう、大手まんじゅう、大手まんじゅう、大手まんじゅう美味しい。先週食べたの、先週ね、ソタロウとマネージャーさんがパンダコパンダ店に行ってお土産で大手まんじゅうくれたから食べました。やっぱあんこだね、超あんこを感じられる。あんこ昨日はね、新大阪の駅で何かお土産を買おうかなと思ってお土産屋さんうろちょろしとったけど、赤福は完売してた。赤福さ、結構どこの駅でも置いてくれてて嬉しい。赤福、私の赤福との出会いはみほりんがお裾分けしてくれたやつを食べて、おお、滑らかなあんこだってなって好きになりました。しおりさん、三寸玉ありがとう、花火もありがとう、金魚もありがとう。ぶんさん、キングさん、花火、ミックさん、バラ、ミアンさん、ハト、ハリーさん、金魚、ありがとうございます。ありがとう。赤福とか大手まんじゅうみたいなあんこの感じはめっちゃ好き。こしあんが好きです。こしあん推し、こしあん
新大阪の駅結構さ利用するけど、毎回お土産をね見て買わずに帰ってくる。何が一番いいんですかね。結構私は新大阪駅行ったらクリスピークリームドーナツを買っちゃう。広島にないから。昨日は買わなかったけど、何を買おうと思って。ニシアン金魚ありがとう。あー午後1、もう昨日さメールにも書いたんですけど、帰りの新幹線でね急にこう匂いを感じたんですよ。え、何の匂いだと思って周りを見渡したら、斜め前の通路挟んで斜め前の席の方が551を開封してて、絶対にこれだって、絶対にこの匂いだってなってね。で多分なんかの昨日なんかイベントありました、大阪でライブグッズかなんかぬいぐるみかなんかと写真を撮ってて、おたかつしててその方、551の豚まんと推しのグッズみたいなのを撮ってて、ね、やっぱどの界隈も同じなんやなと思った、ね、そう。昨日は行きの新幹線は行きの新幹線途中どこぐらいだろう、岡山か新神戸ぐらいから乗ってきた人が前に座ったんですよ。そしたら急に何の匂いだと思ったら、チラッて見たんだよね。チラッて見たら、スルメっぽいのとチーズみたいなの食べてて、あ、絶対にこれってなって。絶対にこの香り。車内に、匂いがね、広がってました。いや、難しいよね。新幹線の食べるものって。え、マックもね、やばいよね。はさ、もうすれ違うだけでいい匂いだから、いや難しい。何が一番いいんですか。みんな何を食べてるの普段。私さスイカ好きなんですよ、あのお酢のイカコンビニとかにある。でもスイカは新幹線でとかそういう公共の場とかメンバーのバスとかもロケバスとかもう絶対食べないって決めてて、結構匂いがするからイカ系ってするじゃん。だからちょっと我慢、もうお家で食べる。ああいうのはね。あ、お弁当ね。お弁当は結構匂いあったりするもんね。いや本当に難しい、超難しい。じゃがりこ、あ、じゃがりこいいよね。おにぎりね、わかる。うちもおにぎり、今日もおにぎり、昨日もおにぎり。ワンピースいいでしょこれ、いいでしょ。これはね、ちょっと髪がさボサボサなっちゃった。これめっちゃいいんよ、生地もとっても。今日いろんな服屋さん見て回って可愛い服探したけど、また見つけられんかった。ピンとくるのに出会えんかった。おしゃれ女子たちはどこで買っとんだろうか。スナイデルかな、みんなスナイデルの服着てるのかな。どこのを買っているんだ。こんばんは。ゼータン、いいね、似合う、かわいい。すごい、もうフルコンボ、米のフルコンボありがとうございます。スナイデル夏休み最終日？そうじゃん、今日日曜日やもんね。じゃあ明日から労働の世界へ。わー、え、学校は？学校の人たちはさいつからなんだろう。小中高生はいつから学校？もう始まってんのかな？まだかな？今日もいっぱい家族連れの方がいた。なんか今日ね、そのジブリ展で美術館行ったんですけど、人が多すぎてもう全然前に進めなかったんですよ。もうなんか予約の時点で30分ごとに予約を取れるの、14時からとか14時半からとかで、
って決まってるんですよ、入場できる時間が。なのにめっちゃ混んでて人がいっぱいいました。大盛況。あ、まだ夏休みなのか子供たちは。うん、暑いからね。暑いからまだお家でのびのびしたらいいよね。高反発さん、レインボースターありがとう。今日ももうなんかさ、頑張って朝早く起きて髪の毛きれいにしたんやけどね、行きのバスで爆睡してたらね、気づいたら髪の毛がこう爆睡して背中でこう折れ曲がって踏んづけてたっぽくて、もう岡山着いた瞬間髪がなんかこうこんなって折れ曲がってた。悔しい、悲しい。やっぱバスとかで寝る時もさ、あの赤ずきんちゃんのおばあちゃんかぶっとるみたいなやつをした方がいいのでしょうか。なんていうっけあれ、お休み帽子みたいなやつ、あれをするべきですか。新幹線とかでもあれをするべき。あ、ナイトキャップ、そうナイトキャップをするべきですか。もうすぐ肩がついちゃって困っちゃいますね。そう、難しい。髪がちょっと自由な性格すぎて。ゆうきにゃん、花火ありがとう。ナイトキャップ、ナイトキャップ。阿部寛さん、一尺玉ありがとう。二度見されるん、確かにね、びっくりするよね。え、寝ぼけてるって思うでしょ。シャンプーハット、シャンプーハットしたことありますかみんな。私さ、なんかちっちゃい頃にシャンプーハット嫌がった記憶がある、それだけある。シャンプーハットってあれですよね、子供がするやつよね、この目に入らないようにするやつよね。あれがめっちゃ嫌だった記憶だけある。今でも使うんかな、シャンプーハット。そっちのシャンプーハットじゃないよ、シャンプーハットさんね、シャンプーハットさんいますよねいるけど、あのあれね、やっぱちっちゃい頃あれはみんな使うもんなんかね。泡が怖いもんね、泡とお水が。ちっちゃい頃はさ、目開けれんかった、シャワーしとるとき怖くて。どう、みんなはお風呂で髪洗うとき目閉じる派ですか、目開ける派ですか。なんか目閉じたらさ、お化け出そうで怖いよね。目閉じて開けた瞬間に目の前に顔がこう現れたらどうしようとか思っちゃって、それから開ける派になった。ガン開き派とかいんの。閉じます。え、わかる、鏡怖い。今のねお家はお風呂に鏡がないから不便だけども、その点は助かってる。お化けが映らないという点は助かっています。お化けが出てくる隙がないので完璧です。え、開けないのみんな。え、私もね、お部屋も寝る時の部屋は真っ暗だったら怖かったのよね、ずっと。でも最近はその豆電球みたいなやつをつけた方がお化けの顔がはっきり見えて怖いから真っ暗派です。場所にもよるけど、ホテルとかに泊まるときは怖いから電気つけるけど、ずっと。でも家とかはもう真っ暗じゃないとダメ。うん、逆に、そう、逆に見えたら怖いじゃん、見えなかったらいないじゃないですか。でも昨日昨日の楽屋が、私霊感とかさないけど、え、なんか今目に一瞬映った気がするみたいなのが2回あったんよ、昨日の楽屋。怖くて、それが
たいな、え今誰かいたよねみたいな感じを感じてしまって怖かったの。でも多分気のせいです。いないと思ったらいない。タコ足さんレインボースターありがとう。陣内さん、ゆたパパさん、ハート、キョンシュさん、かわいいありがとう。そう、怖い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 。あ、お盆だから、いやー恐ろしい。あー、またぶつかった。今は手です。手がぶつかりました。しんいちさん、金魚ありがとう。おみかんさん、花火ありがとう。尼崎のよっちゃん、ハートありがとう。感じたならいますね。はあ、うわあ、やっぱり住みないに行きたすぎたオタクの魂です。まさかの、まさか誰ですか。住みないに行きたくて魂だけ飛ばした人は、まあ、それがいいわ。でもね、着替えてる時に感じたんだよねやめてくださいよ。衣装に着替えてる時にその視線を感じたからさ、そうやめてよね。ひげメガネさん、ハットありがとう。ってなった。なんか楽屋がめっちゃ広かったんですよ。びっくりするぐらい、50人分ぐらいが入る楽屋かなぐらい、会議とかできそうな楽屋だったの。だからね、もう色のところが気になって、怖い怖い怖い。タコ足さん、タコしゅんさん、花火ありがとう。怖いよ。まあでもいないと思ったらいないって言うし、いません多分。井出さん、花火ありがとう。そう、部屋が広すぎても怖いけどさ、狭いとこも怖いじゃん。何でも怖いよね。怖いと思ったら怖くなるよね、何でも。ちょっと今日お風呂入るの怖いかも。怖いな。もののぶさん、金魚ありがとう。すべてが怖い。怖いよ。恐ろしいよ。天井注意。今もいますか、もしかして。で、見たら目が合うかも、だから見んとこ。怖いもんね。パパパンダさん、ありがとう。もちはださん、金魚ありがとう。夜の学校の廊下怖い。いや、学校の廊下は昼でも怖い。私もう学校怖かったもん。雨の日の学校の廊下怖かった。暗くて超怖かった。未だに夢に出てくる小学校の放送室から校長室までの廊下の道が怖すぎて、本当に成人した今でも夢にたまに出てくる。怖いよね。あとその道のさ、超怖いところが、私の友達が教頭先生だったが校長先生と喋ってて、廊下で笑いすぎて爆笑しすぎて、そのなんか何が起きたか分かんないけど、地面で前歯が折れたって言ってたから、それも怖い怖くないですか。普通にどういう状況なのか分かんないけどさ、なんか爆笑しすぎて前歯が折れたって言ってた。伊博さん、タコ花火ありがとう。ね、相当おもろかったなと思う。いまだに思い出すの、ふとした時にね。謎です。
謎すぎです。ちょっとまた聞いてみたいな、その子に会ったら。その子とはもう何年も会ってないので、またいつか会うことがあれば、人生でまた会うことがあれば聞いてみたい、当時の様子をどういう状況でって聞きたいね。夜中に小学校の警備員として泊まり込むバイトしてた。何そのバイト、そんなバイトがあるん、怖っ。コツコツ響く足音、だんだんその音が近づいてきて、教室の前に立ち止まった。ガラガラガラ、怖すぎじゃん、恐ろしい。キャー、お化け屋敷無理だよ、お化け屋敷。なんか今さ、広島本通りで、本通りのゲームセンターでお化け屋敷やっとるよね。その看板みたいなのがあるんだけど、それも怖い、めちゃめちゃ怖い。3期生が行ったって言ってました。ひーちゃんが連れて行かれたって言ってた。ひーちゃんは怖いのもジェットコースターは無理なのに、3期生の他のメンバーに連れて行かれたって言ってた。絶対に無理だよ、私だったら逃げ出すよ、怖すぎて無理だよ。嫌だよ。そう、連行されたらしい、怖いの苦手らしい、だから気が合う。もし今後マイカーで遊園地ロケがあっても仲間がいる安心感、ジェットコースターもお化け屋敷も応援する係に徹します。ベンチに座ってアイスでも食べましょう、2人で、2人仲良く。トニーさん、ハートありがとうございます。お疲れライスさん、マックスさん、金魚ありがとう、ユタパパさん、かわいい、ありがとう。マイカ、カナウちゃんとかどうなんだろう、好きそうじゃない、ジェットコースター、楽しんでそう。あとリネはお化け屋敷大好きよ、リネはもう昨日も本校は見るって楽しみにしてたもん、楽屋でずっと今日本校あるでみたいなの言ってて、なんか駅でも言ってた、広島駅着いてからも今日本校はあるからみたいなこと言ってたから、あ、相当楽しみにしとるんやなってのが伝わった。でお化け屋敷もあったんですよ、昨日のボートレース住之江に。そしたらリネが、お化け屋敷ってめっちゃはしゃいどったから、相当好きですリネたん。めっちゃ楽しそう、リアと言ったらさ笑顔で終われそう、キャーとか言ってもうすごい、リアの規制で笑えそう。あ、サッチーも怖いの NG、 じゃあ一緒にアイスを食べましょう、遊園地ロケがあったら。いや楽しそうじゃない、宇都宮リネと行くお化け屋敷ツアーがあったら、それだったら行きたいかもしれない。ちょっと一気が起きるというか、リネを見たい、普通にモニタリングしたいです。よくあるじゃん、アイドルのお化け屋敷モニタリング映像みたいな、やってほしいね。それを見守る係する。楽しそうだもん。ポストさん、三寸玉ありがとうございます。怖いの好きってことは怖くないのかな、それとも怖いのを楽しむってことなのかな。イモース、イモースか STU チャンネルか、だから STU チャンネルやったら生放送ってことやろ。生放送でお化け屋敷はさ、ちょっとやばくない、あれみたいな、今なんか横切ったよねとかコメントあったら怖いじゃん、みんなさそっちまでなんかわらわら WW クサクサクサみたいな生やしててさ、急にコメント止まったらちょっとリアルじゃない、ちょっと怖い。イモースにしましょう、
イモスはそういうのが苦手なメンバーを選びがちだからダメ、本当にダメ。イモステレビは良くない。もうそういう、しかもお化け屋敷行きますよじゃなくて違うロケット称して連れて行かれる可能性があるので怖いです。もう怯えてます。イモステレビっていうスケジュールが入ると私はちょっと身構える。なんだ、マネージャーさんに、え、これってドッキリとかですかってドッキリとかですか、なんか裏があったりしますかって絶対聞くんですけど、まあそういうことありますって言えるわけでもないから、毎回ないよって、ないですよって言われるけど、うん、あるよとは言えないからね。タカさん、ハート、タンタン、花火、ありがとうございます。ありがとう。そうだよ、教えてもらえないからね。ちょっとお化けの話したら出るからさ、ちょっと話を、うーん、何の話にしよう、ね、何の話にしようと思って目そらしたら顔なしと目があった。やだ怖い。うーん、うーん何の話しようかな。関さん、ハートありがとう。うーん、何の話しようかな。オートミールが増えてる、怖い。ねえやだ、他のルームではないやつやん。なんかよくさ、後ろパセリ後ろみたいなコメントあるけどさ、オートミールが増えてるよってコメント、そのホラーは私しか感じられないやつ。今日食べたいです。今日はグレープフルーツ、あ違う、ピンクグレープフルーツのあれ食べた、あのあれあれです、なんていうっけあれね、なんだっけ、あのアイスが乗ってるジュース、あれ食べました。なんだっけ、あのね、あれです。デザインズハートさん、金魚ありがとう。なんていうっけ、あ、クリームソーダです。クリームソーダ、クリームソーダを食べました。それのアイスを食べた。ちょっと思い浮かばんかった、クリームソーダです。あとは観音屋のチーズケーキ食べたよ。あとはチュロス、チュロスを食べました。あの岡山駅で買ったサンステのパン屋さんで買ったチュロス、めっちゃ小麦取ってる。今日パン屋さんにも行った。パン屋さんはクロワッサンと、あともう一個、あ、とろろ明太フランスってやつ食べました。とろろと明太子が混ざってて、もうフランスパン、明太フランスパンあるじゃないですか、それにとろろと明太子が乗ってるっていう、もう最高の組み合わせのパンを食べた。そう、超小麦生活。あんなに小麦をさ抑えていた私が今日はこんなにも小麦を取ってしまいました。明日は気をつけよう。え、桃太郎見れなかったんよ。もう暑すぎてさ、極力影と日陰と室内を移動するように頑張ったから桃太郎会えんかった。桃太郎、桃太郎ちゃん会いたかったわ。あのキュートな桃太郎にも会いたかった。ポストの上の桃太郎に。とろろ明太子めっちゃ美味しかった。おすすめ、また紹介しよう。岡山駅から徒歩どんくらいだろうな、結構歩きましたね、暑い中。徒歩10分以内だったけど結構遠く感じました、暑すぎて。暑い暑い。仮面の同士さん、ハートありがとうございます。桃太郎さん、桃太郎さん、
ごこしにつけたきびだんご。そう、今日は2万歩。最近ね、暑すぎてウォーキングを抑えたんですよ。行っても1万5千とかで抑えてたから、久々に2万行きました。早く冬になってほしいです。そしたらいっぱい歩きます。早く日常を取り戻したい。今日の服も似合ってますね。ありがとう、嬉しいよ。初めて来たからいっぱい着るね、これから。ミックさん、アイスありがとう、ありがとうございます。そう、いっぱい歩けた。なんか美術館までの距離が思ったよりあって、思ったよりだった。あのツアーのところの会場の近くかな、近くだと思う。美術館、ね、晴れの輪、晴れの輪かな、晴れの輪の方面でした。同じ方向だった。まあでも歩けない距離ではなかったんですけど、もう暑すぎて暑すぎて、日陰を、なるべく日陰日陰って言ったら商店街にたどり着いて、商店街を通って、そこからまた日向祭り、もう日向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 もう近かった、近かった。うん、そう、あのね、あれ、城地下、お城の地下を通ったよ。そうだね、イベントしましたね、2年前。懐かしい、沖さんたちがいた頃や。沖さん、沖尾さん、ラナイさん、ハートありがとう。あ、そうだよ、ココハちゃん、そうですよ、ココハちゃんが来てくれてたの、ママと一緒に。今は SKE で活躍しているココハちゃんが、奥のココハちゃんがまだ SKE さんに入る前に、その岡山までママと一緒に来てくれて。そうだよ、そうなんですよ、会いに来てくれた。今日お会いしてきました。え、ココハちゃんに。いいなあ、私まださ SKE さんに加入してからココハちゃんに会ってない、会ってないよ。入る直前ぐらいに一回街で見かけたらしくて、私のことゲームセンターに入っていくのを見たらしい。パセリが本通りのゲームセンターギーゴに入っていくの見たらしい。多分ちょうど私が UFO キャッチャーにハマってた頃ですかね。そう、目撃されてたの。早く会いたいですね。もう公園にいっぱい出てるよっていう情報をこの前のお話し会でファンの方に教えてもらった。ココハちゃん大活躍だよって教えてもらいました。早く会いたいなって話した。結構なんかリオツンと会ってるイメージです。リオツンと遊びに行ってるイメージ。あ、そう、スイパラでも遭遇しました。沖さんとマネージャーさんとスイパラに行ったら、ちょうどココハちゃんとママがその STU コラボの食べるために来てくれてて、ちょうどもう全く同じタイミングでスイパラで遭遇した。そうなんだよ、懐かしいね。ママと行動してて可愛い。おっさん、金魚ありがとう。 Z さん、たまやありがとう。たまや、たまや、たまや、たまや。センパッチさん、花火ありがとう。リオちゃん超仲良し、わ、いいな、
今年もリオちゃんと遊びたい。リオちゃん、ちゅうちゃん、ね、ゼータン、タコ花火ありがとう。え、 S も K も E も研究成功も出てる、すごすごいじゃん、めっちゃかっこよ、素敵、超憧れるんだけどそういうの、最強最強最強じゃん。ムッさん花火ありがとう。公園見に行きたい、行きたいよ。すごいね、じゃあもう毎日出てるんだね。ほい、早く会いたい、見に行きたいです、名古屋に。お札とクルーズの写真来ましたか、来ましたかっていうのは見たかってこと、見たよ、え、合ってる、回答の意図は合ってるか。デザイズハートさん、アイスありがとう。王さん、花火ありがとう。見たよ、保存してます、撮ってもらった写真は保存しております、私のカメコ写真フォルダに入ってる。ウォーカーさん、花火ありがとう。ハートもありがとう。公園見に行くと推しが増えるタイプ、あ、でもわかる、わかるよ、私もそうなんだよね。公演見るとさ、わあこのメンバーさんの MC 面白いとか、パフォーマンス好きだとかなるね。推しじゃないにしてもなんか好きになっちゃう、どんどん好きになっちゃうから、わかる。キングさん、花火ありがとう。ね、見に行きたい。 SKE さんの劇場は最後にいたのは2年前、2年前のあの時、出張公演の時すごかったの。おお、楽屋とかはよく見る、 SNS とかでよく見る楽屋だってなりました。僕隊、僕隊見たことあるよ、3期生の見たことあるよ。この前はモニターで見ました。3期の後に花だれ公演があるときはモニターでみんなで見てた。モニターエディオンだとね、大きいモニターが楽屋にあるんですよ、だからそこで見れるんよ。3期の僕隊メンバーが毎回違うからいろいろ見に行きたい、行きたいね。ラムネね、めっちゃお話し会でも、あの HKT の公演に行きたいけど行ったらもうハマりそうだから抑えてるよって人がいた。いや、そうだよね、たらもうハマるもん、絶対にもうハマるもんね。さとしさん、金魚ありがとう。マリオ2さん、ハート。キングさん、花火ありがとう。じゅんぺいさん、三寸玉ありがとう。え、行きます、え、行くんかいあれ、ムイミーのリリーベ、イベント、イベントはね行けないもん、
マネージャーさんが一緒じゃないといけないから、もう私はオンラインで楽しむ、楽しんじゃうよ。オンラインお話し会この前行ったから、今度はオンラインサイン会に申し込みました。わーい、わいわいわい、楽しみ楽しみです。とってもこんばんは、こんばんわんこ。そう、申し込めた。ちゃんとこの前お話し会でファンの方にちゃんと申し込み忘れないようにねって言われたから、しっかりも申し込みました。完璧です。うん、そう、オンラインイベント、のえみさんは ST と同じレコード会社だから、あのお話し会のアプリも一緒だし、アザージャケットとかも同じだから、自分も普通に自分の何趣味としても楽しめるし、あのみんなの申し込む時の参考にもなるから、すごくね助かってます。あの難しいよ申し込みね、難しいじゃん最初って。慣れてきたらさ、みんなスイスイかもだけど、初めての時ってやり方がこう、あれどこからどうしたらいいんだっていうのが難しいんだっていうのも知れたし、だからすごくありがたい。よっちゃん、バルーンありがとう、ありがとう。まさきさん、金魚ありがとう。辛いよね最初は本当に。申し込み期間とかもさ、やっぱ忘れちゃったりするよ。ミートパスの写真失敗したんで変えたい。あれもうさ、一発勝負だから難しくないね。私はね、どんなやつかな、今どんな写真にしてたかな、忘れた。どんなやつだったかな、ちょっとまた今度見とくね。ミートパス最近開いてないや。ミートパスちゃん、美味しそうな名前よね。ミートパス、チャーハン定食さん、ハートありがとうございます。そうよ、アプリさ、しょっちゅうアップデートいろいろ忘れるの。あのコンビニのアプリとかね、で使う時になってアップデートしてくださいって言われて、やばいやばいってなる。七並べとかST の七並べしょっちゅうそれなる。アップデートしてください、あるあるかなこりゃ。ミートパスタ、 LINE とかも結構気づいたらアップデート来てるよね。アップデ、アップデ、あ、ショールームもね、確かにショールームもねなるね。徳島のひーくん、バラありがとう。私はさ、自動にしてないんですよアップデート、だから全部手動でピョン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 ってやってる。ピョン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 、アップデ、アップデ、アップデ、えらい、こまめにしてるのえらい、えらすぎ。私はすぐ見逃しちゃうんですよ、気をつけないといけん。しんいちさん、おみかんさん、金魚ありがとう。そう、なんか気づいたらさ、アプリ変わってる時があって手動に変えた。手動にしたら逆にアップデート忘れるようになっちゃった。しおなさん、ハートありがとう。石並べ、あ、そうよ、画像がさ、もうずっと初期なの、初期パセリなんだよね。みんな変わるかな、あれ変わらんのかな、変わらなそうだよね。先輩もずっと初期だよね。313、ハートとバラ、ヒロさん、三寸玉
福島のひーくん金魚、デザイズハートさんハートありがとうございます。今日やっちまった出来事は、今日やっちまった出来事は、今日はその岡山に向かうバスで帽子をかぶったまま寝落ちしちゃったから前髪がもう潰れてしまったことと、あとはこのあれ、このジブリ店でゲットしたこの紙を入れる用のファイルを持っていくべきだったって思いました。この前のお話し会でパセリのレーンに来た人がさ、わあポスターもらえるんだったらファイルとか持ってくればよかったとか言ったの聞いてたのに、私は学習しなかったのでファイルとか何を持っていかなかったから、こんなにしわくちゃになってしまった。悔しい。やっぱ大事や、クリアファイルとかに入れるのが。買えばよかったよね、普通に岡山で100均とかで。このしわくちゃぶりです。みんなは気をつけてくださいね。そうそう、今日バッグちっちゃいのに行っちゃったから。そうなのよ。ジャクソンさんバラありがとう。フォレスト系男子さん花火ありがとう。はあ、ケイさん金魚ありがとう。ジブリンとかにクリアファイル売ってそう。絶対あったよね、あんだけグッズがあったらきっとあったね。買えばよかったわ。イオンにも行ったのに、ダイソーあったのに、ダイソー行ったのにな、ダイソー普通にぐるぐる回ったのに。2年半分に機種変する。わ、機種変私もしなきゃいけん。そろそろ画質が、なんか最新機種のメンバーとの画質の差がすごいの。全然今のでも綺麗なんだけど、他のメンバーと比べるとやっぱ最新機種の方が圧倒的画質が良くて、色味もね、写真の色味とかも鮮やかで、こうって買い替え時かなと思ってます。でも出るじゃないですか、また秋に、9月にね出るじゃん、新しい機種が。だからそのタイミングでどうするか、どの機種にするか悩んでいる。やっぱ写真を撮るじゃん、この活動って。写真を使う機会が多いので、あと充電のそのバッテリーの容量がさ 80% 切ったら買い替え時みたいに言うじゃないですか。それもね、そろそろかなって感じなんですよね。でもタイミングが本当に難しい。9月の方がいいですか、こういうのって。新しい機種が出てから1個古いの買った方がお得ですか、どうなんだ。なんかさ、ドコモとかソフトバンクとかのそういうとこで買うよりアップルで買ったがいいみたいなのも聞くじゃん。本当？もう私そういう何、機械とかのことがもう分からなすぎて、分からんすぎるから、もう何が何だかよく分かっていません。分かりません。何がいいのかさっぱり分かりません。もう最近私今 iPhone13 使ってるんですけど、13のカバーがもう並ばなくなってきたんだよね、スマホケースのお店に。100円ショップとかのとこでもないんですよ。だいたいもう14、15とか。だんだん仲間外れになってきて、あ、買い替え時かなって思う。アンドロイドで、ね、アンドロイドもいいよね、画質いいっていうね。そうだよね、やっぱ iPhone やっぱね、バックアップとかもう慣れちゃったからね、 iCloud で。そう、エアドロも大事。レッスン動画とか、あとメンバーから写真もらうときとかエアドロ大活躍。
高反発さん、レインボースターありがとう。もう何がいいか分かりません。難しい難しい。カメラの性能違うぐらい？他一緒？あと画面の大きさとかぐらい？ほう、じゃあもう使えればいいやのシステムでいいかな。新しいのが出たら1個増えるのでいっかぐらいでいいってこと？そうだよね、 C タイプになったよね。そうだよね、タイプ C。 充電が変わるんよ。だからモバイルバッテリーをこの前ってもう半年ぐらい前に買ったばっかりだけど、そう、新しい機種にすると使えなくなるやんと思って悔しいです。とってもコジーさん、いとしさん、金魚ありがとう。思い切って糸電話、まあ糸電話もいいね。糸電話じゃあどうする？みんな関東とかに住んどる人は頑張って腕力鍛えてもらって広島まで投げてください。うん、投げてもらおう。私はちょっと腕力ないのでみんなに頑張ってもらおうかな。チョコザップにでも通って鍛えてもらって。秋竹城さん、ジャクソンさん、ハートありがとう。 SNS どうする？確かに SNS どうしよう。糸電話の場合はどうしようかな。 SNS そうだね、更新できなくなっちゃう。メールも送れないや。荷台持ちにしようかな。糸電話と iPhone の荷台持ちにしようかな。そろそろ、え、ほんとやん、もう終わる時間ですね。びっくりびっくりびっくり、あっという間。メビウスさん、ハートありがとう。早い、今日はもう長い一日だった。朝配信から始まって夜配信で終わりました。みんなありがとう、一日付き合ってくれて。明日は何配信でしょうか。夜配信かな。明日はシンタさん、花火、ゲタパパさん、お断りです。おみかんさん、かわいいありがとう。秋竹城さん、ハート。読売巨人軍さん、星じゃない、花火ありがとう。わ、沖さんの舞台いたの。なんか沖さんの写真さ見たよ、 X で見たよ。なんかもうさ、かっこいい。なんかベロ出てたベロ出てたよね、今日の沖さん。今日のワンコ、今日の沖ポ、ベロが出てました。あ、ベロが出てると思った。でめっちゃイケイケだったね。髪色に合ってる。もう全校テーマでいくからね、ずっと私は似合っています、とっても。ハリーポッターメガネのひげおじさん、ハートありがとう。しんいちさん、バラありがとう。ゼータン、金魚ありがとう。ナオトさん、ハートギフトありがとう。ベロ、まあベロは出すときに出そう今はその時じゃないんだ、温めておこう。あかりんさんも言ってた、見た、みんな今日あかりんさんのツイート。あかりんさんのツイートみんなね、心に刻んだ方がいいよ。あれは今日のツイートは見ましたか？ベロも一緒だきっと最初はなんかちょっとでも肌が出るだけでもみんなワーワー言ってたのに、一回水着を出したらみんなちょっとやそっとじゃ騒がなくなったみたいなことを投稿してて、いや本当にそうですよ、その通りだよ。みんなあれ額縁に入れて飾った方がいいあかりんさんの投稿、みんなさ今日のラテじゃ満足しないようになっちゃったじゃんね。最初は今日のラテで、わーわー今日のラテだーって言ってたのに、
といいですか、一番見るとこに、家のねテレビの裏とかに飾ったがいい。あれはそうだよ、心に刻んでこう。テレビのあの後ろの壁のとこ、テレビの上のとこ。え、どうしよう、みんな、え、みんなもしかして壁一面テレビみたいな感じ、超巨大テレビな家かな。飾るとこないわ、それは悲しいねえ、みんな巨大テレビ。デカデカテレビなの、それともなんか壁に埋め込まれ系テレビ。待ち受けにしときます。わかった、ロック画面にして。あ、天井寝るときに見返して。わあ、巨大テレビの人もいる。いいな、巨大テレビ、毛穴がよく見えそうや。まいじゅんさん、金魚キングさん、花火ありがとう。じゃあそろそろ壇上の時間となりますので、壇上を読みたいと思います。読みます、いきます。13位、陣来さん。12位、スプマンテさん。11位、後半発さん。10位、シュンさん。9位、ゼータン。8位、カズヤさん。7位、ヒゲメガネさん。6位、阿部寛さん。5位、ユタパパさん。4位、ちょっと声が裏返りました。5位、ユタパパさん。4位、大吉さん。3位、ゆうたくん。2位、やすべえさん。1位、Z さん。ありがとうございます、ありがとうございました。お疲れ様、みんなも明日からまた1週間頑張りましょう。あと3分でサッチの誕生日、サッチお誕生日おめでとう。サッチ、サッチお誕生日おめでとう。これからもずっとずっと構ってください。スチュスチです、サチタンスチュスチです。生まれる、サッチ、やばい、サッチ生まれる、やばいやばい、サッチが生まれるから抱っこの準備しなきゃ。バブバブサッチ生まれるよ、サチタンが生まれちゃうよ。みんな心の準備はいいか、ふつふつちゃんが生まれちゃう、やばい、サチ。あ、ミッチお断りです。最近配信の終わり際にさ、あ、結婚してギフト来たのに終わっちゃったってなったから、よかった、今日は断れた。サチサチ、じゃあみんないい1週間にしましょう。明日からもおやすみなさい、おやすみ、また明日、見てくれてありがとうございました、ありがとうございます、またね、ありがとう。すやすや、すやすやのスチスチです。バイバーイ。